ガボン。ガボン共和国、通称ガボンは中部アフリカに位置する共和制国家。北西に赤道ギニア、北にカメルーン、南と東にコンゴ共和国と国境を接し、西は大西洋のギニア湾に面している。首都はリーブルビル。正式名称はフランス語で、レイブーブレイクガボナイセ、レピュブリックガボネーズ。通称ガボン。 国名の由来はポルトガル語のガボー、水不要街島の意から来ている。理由として、この国を流れるオゴーエーの河口にある小高い丘の形状が水不要街島の風土を広げたような形であったことら、大航海時代のポルトガル人がそれを指して叫んだことによるものとする説がある。公式の英語表記は、ガボネスリパブリック、ガボニーズリパブリック、通称ガボン。 日本語の表記はガボン共和国。通称ガボン。漢字表記はカヨモギ。先住民としてバントゥー系民族が暮らしていた。15世紀末にポルトガル人が都来し奴隷貿易を行った。ついでオランダ、イギリス、フランスが進出してきた。この地は奴隷貿易と造形の集散地として栄えた。年にこの地域をフランスが 占領した。1910年にフランス領赤道アフリカの一部となり、この状態は1959年まで続いた。なお、アルベルト・シュバイツァーがランバレネで医療、伝道活動を行っていたのは、このフランス領赤道アフリカ成立直後のことである。1960年8月17日にガボン共和国として独立した。 ガボンの初代大統領は1961年に選挙で選ばれたレオン・ムバである。ムバは1967年に死亡し、副大統領のオマール・ボンゴ・オンディンバが、その後を継いだ。ボンゴ大統領は1993年末の大統領選挙で5選を果たし、2009年6月8日に死去するまで41年余りの長期にわたって、大統領職を続けた。現在は、 息子で副大統領だったアリー・ボンゴ・オンディンバが第三大大統領を務めている。ガボンは共和制、大統領制を採用する立憲国家である。国家元首である大統領は国民による直接選挙で選出され、任期は七年と長く、また再選制限がない。大統領は強大な権力を憲法により保障されている。内閣に相当する。 閣僚を評議会は首相及び閣僚で構成されるが、実際の行政権は大統領が行使し、閣僚評議会はその執行期間に過ぎない。よってその権力は極めて小さく大統領の補佐機関であると言える。議会は二人制で上院91議席と下院120議席で構成される。上院議員は地方議会により選出され任期は6年。 会議員は国民の直接選挙で選出され任期は5年。主要政党にはガボン民主党、PDG がある。PDG は旧独裁政党で現行憲法により複数政党制が承認されてからも議会内で圧倒的多数を占める支配政党である。他の主な政党には林業労働者国民連合、RNB、ガボン進歩党、PGP、 民主共和同盟、アデレがあるが、いずれも PDG よりか、政治勢力が小さいため、政権交代の可能性は、極めて低い。近年中華人民共和国の支援を受けて、関係を深め、ガボンの経済に深く関わるようになる。中国人移民、家境を受け入れているが一部移民と国民の間で摩擦が発生している。ガボンは9つの州に分かれている。 カッコ内の地名は、州庁所在地。主要な都市は、リーブルビル、首都、ボールジャンティガール。国土の80%以上が森林で、近隣諸国と比べ人口密度が低いため、手付け数の豊かな自然が多く残されている。アフリカ森林には、ゾウ、ゴリラ、チンパンジーなどの大型哺乳類が多数生息している。多様な自然環境を含む、13の国立公園が、ある。 国立公園の総面積は実に国土の11%を占める。ガボン政府は自然環境の保全に力を入れており、中部のロペ国立公園や大西洋岸のロアンゴ国立公園ではエコツーリズムが導入されている。また、南西部ニャンガ州に位置するムカラバドゥ,ドゥ国立公園、パーク、ナショナルデ LA ムカラバドードでは日本人研究グループによる大型類人園の長期、 野外研究プロジェクトが進められている。また、2007年にのロペイコールを噛んだ生態系と残存文化的景観が複合遺産として世界遺産に登録された。気候は熱帯モンスウーンで首都リーブルビルの降雨量は雨季の9から5月が毎月約300ミリメートルだが、寒季の6から8月は3ヶ月で35ミリメートルと極端に少ない。 1>, 1日の最高気温は平均29から30度 C、最低気温は20から23度 C である。産油国であり、人口の少なさも相まって国民所得はアフリカ諸国では高い部類に属し、新興国、中心国レベルであり2015年の1人当たりの GDP は IMF によると7736ドルで世界水準と比較して、 およそ75%に達し、一人当たりの GDP もアフリカ諸国では上位に位置する。ウラニウム、マンガン、鉄など資源の宝庫であり、林業も有望視されるが、現状では GDP の35%を占める石油に依存した経済となっている。1975年に石油輸出国機構 OPEC に加盟したが、1996年に脱退した。 だが2016年に再加盟した。現在は林業、観光業の振興にも力を入れている。近隣諸国との間に定期バス便が運行されているほか、ディーブルビル国際空港を拠点とする AL ガボンインターナショナルがアフリカ大陸内の主要都市に定期便を運行している。国内交通は空路と陸路、水路がある。国内空が多数あり、 リーブルビルから地方の主要都市への定期便を運行しているものの、欠航や遅延が多い。リーブルビル郊外のオーエンド、オーエンドからオートゴーエ州の州とフランスビルまで、トランスガボン鉄道が走っており、各駅停車と特急を合わせると、ほぼ毎日運行している。国道が整備されており、都市間はタクシーバス、タクシーバスによって結ばれている。住民は、 北西部のファン人が4割程度を占め、その他南部のウバマとも、アドマ人、アズマなどのバントゥー系民族、北東にバカ人が存在する。フランス人は1万人ほどであるが強い影響力を保っている。言語はフランス語が公用語だが、その他ファン語などのバントゥー語群の言語、アダマワイコールウバンギ語派のバカ語が使われる。宗教は、 カトリック教会を中心としたキリスト教が73%を占め、12%がイスラム教10、10%を伝統宗教、アニミズム5、5%を無宗教と無信論が占めている。ガボンの教育制度は、旧宗四国のフランスの教育制度に影響を受けている。ガボンの教育制度を管轄する省庁は2つあり、このうち教育省、文部省は、 幼児教育から高等教育までを担当している。高等教育、技術革新省は大学教育、高等教育及び職業専門学校を担当している。教育法により、6歳から16歳が義務教育の対象となる。ガボンでは大部分の子供が託児所、保育所、クレッシュを経て、幼稚園、子供園、ジョドンディアンファンに入る。 6歳から6年生の小学校、エコールプリマルに入る。次の段階が7年生の中学校、エコールセガンデアである。小学校、中学校の課程を終了すると19歳である。小中学校を卒業した後は、技術学校、ビジネススクールを含む高等教育機関に進学することができる。サッカーが盛んであり、アフリカネーションズカップを2012年。 赤道ギニアとの共同開催、2017年単独開催と2度開催している。2010年代に活躍している著名な選手としては、ピエールイコールエメリク・オーバーメアンが挙げられる。ガボン国内には、ユネスコの世界遺産リストに登録された複合遺産が一件存在する。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。